しみになりました。空振り三振、最後は158キロ外のまっすぐでした。それと見たらいいんじゃないですかね、はい、千賀滉大がバッター今シーズン最初の三振ということになりました。さあ3回、先頭のルーキー水野に対して追い込んでいます。最後は空振り三振です。空振り三振、最後は137キロ落としてきました。今週は連続三振になっています。見逃し三振、今のボールはストレートでしょうね、真っ直ぐですかね、はいはい、そうですか。最後は真っ直ぐで見逃し三振になりました。この回は3者連続三振でした、9回も決まらないよね、空振り三振、最後149キロの真っ直ぐ、あんな見逃しが普通制限ありません。これも三振、そうですね、外、見逃し三振、外のスライダーでしょうね、はい、外からのスライダーで今日ホームランを放っている石井に対して見逃しの三振、カウント2-2です。ここは内側、見逃し三振、行きましょう、カットボール、まあ、その前で際どい外も効いてますよ ね、 そうですね、はい、外のボール、バットが出ました。佐藤龍平三振、ツーアウト。追い込んだバッテリー、5球目、外から投げて見逃し三振、試合終了。最後宇佐美バットが出ませんでした。森が締めて開幕連勝のホークス。さあここはヌニエス追い込んだバッテリー、見逃しと三振、外のまっすぐ、これはね、やっぱりデータ見てまっすぐとフォーク、はい、フォークが一番自信のある球だというところで、うん、ミーティングをしていると思うんですよ、はい、それを初球フォークでボール、ファイターズファンも見つめる中の攻撃、読み屋3球目バットが出ました。外のスライダー、ボール球、そうなんです、ツーツー、ストレート、万波三振、ポイントの2者連続三振奪ってツーアウト。宗へのカウントは2ボール2ストライク、バッターバッター、高めのボール球だったんですが、胸のバットが回りました。来るかもしれませんしね、はい、見逃し三振、最後アウトコースに深く引っ張りました。あとバットを手から離れてましたよね、はい、そして三振です。最後は空振り三振、マウンド上には6番手のつもりです。外の変化球、空振り三振、先ほどの打席に今シーズン1号のホームランを放ちました。次が8球目、最後は空振り三振、難しいですよね、はい、今度はストライク、2者連続三振を奪いました又吉、なかなかタイミング取れてないという感じですね、逆球になりましたがカットすることもできません。144キロまで行ってます。日米通算2000投球回達成です。速いボールでした。インドをいっぱいいっぱい、まず最初の三振を奪ってます。
思い切って投げてほしい。2巡目に入ったからといって何も変える必要はないんじゃないかなとコメントしています。はい、最後レアのいたし緩い変化球でした。このフォークですね。スライダーですね。スライダーです。縦のスライダー。先制のチャンスで中村翔。落とした。空振り三振。まずは中村翔吾は三振取ってこれでツーアウト。しっかり2イニングを投げ切りました大関です。